なんじゃこりゃ。あんな少ししか置いてないのにさ、こんな上がります？太陽も出てないのにさ、こんな上がるけ？一瞬にして。ねえ。太陽出てないのにさ、45度とかなる？ちょ、ごめん、電池切れるまでやるわ、このスマホ。このスマホ電池切れるまで謝罪して終わります。多分、新湊一周して終わると思うけど。びっくらこいたわ、これ。こんな気温が高いんだね。新湊周辺をちょっと一周して、お家帰ってから、もう一回夜出歩くわ。わしは。相反天パ見たしね、とりあえず。いや、日向とか今太陽出てないんですよね、富山。太陽出てないですよ。どこまでが新湊なのかって感じだよね。わしがなんかもう車持った頃にはもう射水市なっとったから、これ正面に電球ソーダ売ってますね。電球ソーダの屋台が出てますけど。ちょ、これ左曲がってみるか。どんな感じなのか今。夜中来たらこの辺はもう賑わってるんでしょうけどもね。アッコにお任せって入るっけ、うちで。ああ、でもここまでなのか、屋台も。ああ、こっちから見るのもいいですね。こっちから見る海王丸もいいですね。こっちから見ます？皆さん、海王丸パーク。あ、海王丸の砲張ったやつ。あ、でももう人がすごいな、これ。あ、釣りしてんのか、これみんな。みんな釣りしてんのか、これ。力も海洋丸ちょっと見えますよ。ここに車止めれば見えられる。ああ、見えますね。海洋丸見えます、これ。砲張ってるの。ちょっと見づらいか、これ。アングル的に。ちょうど真横からなるから。まあ、シミナと旋風ね。昔はウエスト4まで行きましたっけ、春の選抜で。今完全に砲が張られておりますね。まあ、横からもこの三角形のが見えるから、まあいいかもしれないけど。行くか。行ってみっか。車来たじゃん。橋も下歩けるんですよね、橋の下は。じゃあ行くかな。まあ、あれ、ちょっと待って、これ、曲がりきれんから、あら、こっちから行けんのか。ここを突っ切っていくしかない。突っ切れるか。いけるな。じゃあ、お家帰るかね。結局この辺までなんだね。これから屋台増えるんかね。初見の方、いらっしゃい。どん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 屋台がね、登場してますけれども。出てくんかい、こいつ。なんだこいつ。ちょっと、きっときと市場の方も行ってみるか。きっときと市場の方も。
今までなんだよ、本当に。こっち見てなかっただろ。こっち見とらんかったぞ、このさ。やだよ、はみ出し放題ですよ。いやもう夜はこの辺はどうなんだろうね。保護者天国なんのかな。ならんかな。ぬるぬる市場じゃないですよ。あの正面にきっときっと市場という名前のね、あの市場があるんですけどもね、多分もともときっときっと市場っていうのがどっかにあったから、同じだとまずいから、何、即音便をつけたんでしょうね。即音便をネットネット市場じゃない。あの辺屋台出とるんかね。あの辺はちょっと違うかな。いや移動しておりますよ。もうあそこに寄っても意味ないから、あそこに寄っても意味ないからな。右側にバードパークってのがある。右側にバードパークってのがある。海洋丸、海洋バードパーク。きっときっと市場そんな人入っとらんの。思ったより人入っとらんの。だいたいツアーに組み込まれますよね、これね、この場所も。ツアーにいいように使われてるよ。もう巨大なカニが見えますけども、ここが吉新湊きっときと市場。ここは素通りします。素通りします。新港の祭りっていつだっけ。なんか毎年祭りやってなかったっけ、こっちでも漁港の方でも。カニ道楽じゃないですよこれ。巨大なカニの看板ありますけども、別に私ここでカニ食うことないけどね。こっちの方行くと漁港の方ですね。漁港の方、ここでございます。新港鮮魚仲買卸売業協同組合があります。ホタルイカの巨大な看板の店じゃあったかの。こっちの方が新港漁港の方だね、うん、漁師のやってる食堂もあると思う。あそこにある女性部食堂、女性部食堂ありますよ、右側に。新港漁港女性部の食堂がありますけど、もうすぐ内川だと思いますね。内川の橋、今なんかやってんのかね。あの辺も屋台出てるかもしれないね。これやっぱ八幡町っていうのはやっぱりあの北条座八幡宮があるからだよね。そこに北条座八幡宮っていうのがあるんですけど、だからこの辺の地区の名前は八幡町なんだと。内川ってあのソフトバンクの内川誠一じゃなくて、新宮田高校は結構あの内陸の方ですよ。ここ曲がればいいのかな。ここ曲がったら川の駅、新宮田内川方面曲がるか。ここどうかな、今内川どんな感じかな。あでもあんまり盛り上がってない。どこでもある八幡宮ってのがどこでもあるからじゃないか。ようこそ日本のベニス内川へ。内川散策したいですか。内川散策どう。車止めるとこあんのかこれ。
うわーと、うわー満車じゃん。ないぞ、車止めるところ。か、弱ったの、これ。え、本当にないじゃん、車止めるところ。ああ。ダメだ、内川散策できんわ。残念だけど。内川散策する人はこう止めていいんだって。そういう感じで日本の便利する内川へとか言ってさ、川の駅の方なら行ける。川の駅って今空いてんの？川の駅空いてる。うわ、なんかやっとるじゃん。あれ、あーから何やっとるこれ。いい、奥さん、これ止めるとこあんのかな。川の駅今だ、なんかパーティーやっとるわ。川の駅パーティーやっとるわ。何やっとろうかこれ。川の駅止めるとこあんのかね、これ。でも車止まっとるの。今日何やっとろうかこれ。止めていいのこれ。止められないじゃん。川の駅って第二駐車場あるよね。第二駐車場透明よ。第二駐車場も空いとらんかもしれんの。七夕飾りがよく飾ってあるわ。夏かに第二駐車場は空いてるかな。え、かぎゅう祭りっていつ？小矢部のかぎゅう祭りいつ？え、ちょっと待って、これ満車じゃないの。あ、空いてるわ。よかったよかった。空いてる空いてる。え、かぎゅう祭り今日なの？え、かぎゅう祭り行こうかな。かぎゅう祭りも結構面白そうだよね。まあ本物の牛使うわけじゃないけどさ、あのメルギウ君とかさ、あの元となってるやつだよね。わらで作った牛を燃やしながら走らせる競技だよ。これ月決めじゃない、これ川の駅、新港の駐車場だ。わし川の駅今から行くわ。ちょっと待って、なんか川の駅今祭りやってたよ、あそこだけ、あそこ一帯だけで。かぎゅうの刑ではまたちょっと多分違う気がするけど、あ、かぎゅうの刑のかぎゅうなのか、あれそうなの、わかんない。かぎゅう祭り昨日じゃん、ダメだわ。いや昨日はわし、あの黒部の祭り見たからいいけどね。それと重なったらどうしようもないんですけど、そう仕方ないわ、昨日なら。ちょ、財布どこで、財布。え、墓参り？え、昨日なら無理だわ、わしには。不可能だったね。じゃあちょっと行ってきますわ。なんちゅう暑いがけ今日。え、野の市のジョン柄？ちょっと野の市は遠いわ。でもなんかもうお腹いっぱいだね、わし。イオンのお化け屋敷、なんかファボーレでさ、ファボーレで今動物と触れ合えるコーナーができたよね。猫じゃなくてね、なんかヘビとかヒヨコとか。ヘリコプターはあんまり興味ないですね。この辺で七夕祭りやんの？七夕飾り飾ってあるけど、民家に。射水の七夕祭りってわし知らんな。高岡のなら分かるんだけど、高岡の七夕祭りってもうあさってぐらいから始まるよな。あれ8月の1から7だったよな確か。川の駅こっちから行くか、内川見ながら行くか。え、ちょっと車載はもう終わっちゃったわ。
祭で終わるつもりだったけど、なんか内川見たら降りたくなりましたんでね。遊覧船が出てますね。日本のベニスだってさ、日本のベニス、これが、テントあるけどまだ何もやってないじゃん。何も始まっておらんがな。え、日本のベニスだって。誰がそんなこと言い出したか知らんけどさ。何これ。いや、わしが今日見たいのはこれなんだけど、5時半からやんのこの花火。あ、花火自体は7時50分からか。こんな感じなんの本当に。でもこの時はもう完全にほぼ閉まってるから、やっぱ海洋丸パークのあそこで見るのがいいんだね。まあソフトクリーム売ってんのか、あそこで。ソフトクリームでも食うか。すぐ溶けそうだけど。内川ベニス焼き、名前がもう、何これ、名前がうまそうだけど、ね、どんどん焼きピザ風にしたの。ベニスとピザ関係あるのか。内川の散策マップ。内川はやっぱりこの橋がたくさんあるというね、この特徴的な橋が何個かかってるんでしたっけ。何 NG って、ベニス NG なの。まだこれ始まってもないんだよな、何も。チンチン焼き、じゃどんどん焼きだ、どんどん焼き。なんか昔ながらのこのもう屋台船みたいな。夕方からやんの内川の祭りも。あんま分からんね、内川の祭りに関しては。わし、あ、涼しいわここ。屋形船、屋台船じゃなくていいね。溢れたらすぐ来そうだけど、ここすぐ溢れそうじゃない。 KNB ラジオに朝生オープニングに出る。でも応募者出られるんですかそれ。誰もいないのがもう悲しいね。誰一人として歩いてないのがもう。浴衣屋さん、浴衣屋さんは小樽みたいですか。小樽の運河、小樽運河系。まあ、運河じゃないですけどねこれはね。富山には富岸運河っていう運河はあるけど、中新橋。これなんか今日使うやつかな。これ今日使うライトアップの一部っぽいですね、これね。これはね、どう見ても。あ、向こうのあれもそうだね。向こうでなんか装飾してますけども。釣りはできんのじゃないけ、ここ。まあ、海すぐそこだからね。そこもあそこの堤防越えたら海だから。みんな海に行く気がするけどね。漁村ですね。漁村のこの
魚取る船ばっかりだよ、これに浮かんでんのは。うん、8時50分に KNB 本社に行きゃいいの。8時50分とかもう仕事行っとるな、わし。あ、これ昨日か、これ。あれ昨日、夏の用の彩り、昨日じゃん。今日やんないの、今日違うのか、昨日の話だったっけ。船で寝起きしていいんじゃないですか。わしはダメだと思うけど。あ、海から見たらこっちは蚊がいないんですか。海の方が蚊がいるんですか。こういう住宅ばっかだね、この辺は。やっぱり昼飯はもう食べられないと思いますね。私朝から1000キロカロリー食べたんでね。ここも一応車走っていいんですよね。魚を売ってもわからないよ、濁りすぎて。朝ペヤング焼きそば激辛大盛り食べましたんで。ワンコイン商店街って書いてある。営業中ですか、ここは。人生の約束ロケ地。怪しいな、これは。人生の約束って映画があったの。2015年って最近じゃの。江口洋介が演じる渡辺ら漁師たちの番屋として登場します。板部井の立ち門は西村源太郎役の西田敏行が大道具が作った大規模セットと見間違えたほど趣があり、内川沿いの立ち門の中でも一に争うほどの存在感があった。でも29、30って書いてあるね、これね、ちゃんと。ポスターには、内川、夜、夏の夜の彩り。どうなんだろう、これ、綺麗なのかよくわからないけど。でも、この立ち物ばっかだけどね。これが何？映画のロケ地になったってこと。スポンサーとの約束じゃなくてさ、どこまでわし行こうかな。早く川の駅に戻ってなんかソフトクリーム食いたいんだけど。なんか観光地化してきたよな、この辺もな。ああいう店ばっかり増えて。何これ、ここ何、ここは亀甲、内川亀甲板の里。いい、今売ってんのこれ、どっかに。初めて見たこんなの。え、ちょっと待って、これ鬼売りじゃないのこれ。缶コーヒー化してないですよ、別に。缶コーヒーなんて一言も言ってないですよ、私。鬼売りだよね、あれは。もう足が重い。石田ゆり子じゃなくて。あんりゃかま、なんちゅう、これ狭い路地かの、これ。あ、でも涼しいの、こういうとこもの。ツタが絡まっとるかな、ツタが。いいですね、すだれがいい、すだれがね、すだれ府って感じでね。いや、ここ私有地なわけないでしょ、これ通路でしょ、これどう見てもこれ通路でしょ。でこれ国道でしょ、これ。国道415号線の一部でしょ。あ、こっちから普通の道じゃん。普通の道だった。フグちゃんじゃないですね、私。
これ何どうか知らんけどさ、市民跡高校が市民全員行く、あ、市民跡もねベスト4まで行ったんでしたっけ今年は、あの県大県予選で高勝に負けたんじゃなかったっけ、市民跡6対2だかで。人口はね少ない方ですね、100万ぐらいですからね。下を数えると全然いないですよ。もう鳥取、島根、あとどこみたいな、福井、広報高校強かったみたいですね。まあ、決勝ではだいぶ点差ついてましたけども、でも5回ぐらいまでは0対0じゃなかった。100万ってどうなの、少ない方じゃないの富山県の人口。俺が全部光るみたいな、全部ペットボトルじゃんこれ。え、これペットボトルどうやって光るのこれ。え、これ光源どこ、光源はどうやって光るんですかこれ。え、どこ光るのこれ。え、これ光るでしょこれ、どうやって光らせるのこれ。何が光るのこれ、この針金が光るの、どういうこと、針金光らすのこれ。え、どこ光るのこれ。わかった光るんでしょこれがね。ノーパンですよ、だってわし今海水パンツ履いてるから、水着だからノーパンに決まってるかな皆さん。水着の下に下着着ないでしょ皆さん。タングステンか、あ、タングステンだったら光るんですかこれ。あ、そうなんですか、この針金タングステンなの、ロバイ受けなんですかこれ。あ、そうなの、中野橋、富山第一出身ですか。足元富山第一受けたな、そういえば。あそこに無料休憩所あるわ、なんか あそこのおっちゃんがカラスに餌やってる、あそこのおっちゃんカラスに餌やってるぜ。え、これがねドラマのロケ地なの、ここ、ここがロケ地なの、ちょうど。ダメだな、もうスマホの温度が高いって言われてまた。じゃあいいね、自分の自宅の前で餌やるくらいなら。さすがに人んちの家の前で餌やりやったら怒られるかもしれんけど、わしは知らんわ。これ一個一個全部光るの、このペットボトル。電池今 40% ですね今。ただもうスマホがものすごく熱くなってるんです。ちょっとミロ休憩所で休憩しようっと。よいしょよいしょ、北国新聞石川県だね。誰もおらんじゃこの休憩所、あら涼しいわこれ、影が涼しいの。なんか食いたいの、ここで。俺ソフトクリーム食いたいんだけど、マジ。さっきの。はあ、疲れた。富山第一交易は分かんないですね。ああ、疲れた。玉こんにゃくはないですね。売ってたら買いたいですけども。喉乾いたの。あのアンテナどうなってんのあれ。
あんなん許されんの？ひん曲がってるぜ、あのアンテナ。あれアンテナじゃないのかな。もう折れてるでしょ、あれ。根元で一回折れてさ、中心でも一回折れてるでしょ、あれ。大丈夫か、あれ。わしゃ知らんぜ。あれ、鯉のぼり用の棒なんですかね。どうやってあげんの、あれ。まあ、その可能性もあるか。この後、きっときっと市場で行くけど、海鮮丼食べないですよ、もう。お腹いっぱいで。部落みたいな街並み。富山県の方言でね、部落って言いますけどもね、集落のこと自体を。まず富山県ではみんなあの部落部落って言葉使うけどもね、差別用語とか関係なしに普通の会話で出てきますんでね。顔が見たい。んなうちかなんてマニアックなとこ誰も来んじゃ。日本のベニスとか言うとくけどさ、いや富山県においては差別用語にならないですね、うん、富山県民はもう普通の言葉として使っちゃってるから、まあ、ブラックって言葉もあるしね。え？あ、関西だけなんですか。富山県は大丈夫だね、使っても全然何も思われないです。ブラックラーメンとはおかしいけど、あ、方言じゃないの？ん？何がつながってる？これつながってますか？あ、もうこのまま眠りたいですね、ちょっとね、ここで。これ寝たい。ああ寝たい。ダメやこれ。ああ。あ、こんな涼しいとこ誰もおらんかの。みんなどこに何しとんのかの、新港の住民は。検証レターとドッグフードいらないですよ。わしまだ自分が買ったキャットフード余ってるもん。うん、いや、これさ、寝る人たくさんいると思いますよ。うん。ああ、風はいいね。やはり海に近いからかね。誰が来る？今から。待ち合わせでしてないけど、別に。待ち合わせしてないけど、別にね。じゃあ、熊五郎さんにはキャットフードじゃなくて、何フードだ？ベアーフードだよ、ベアーフード。ん？オフ会すんの、今から。はあ。80年代、惜しいね。もう少しで私も80年代だったんですけどね。え、Eタウンってどこ？あのスーパー？今内川におる。内川に。内川でもう、ね、眠い。眠くてなんかもう寝そう、わしは。もうね、眠い。あ。ああ。ああ。眠い。
迷惑もくそ誰もいない、ここ邪魔なのか、充電器が邪魔なのか、誰もいない、ここマジ誰もいない。今夜はキャンプしないですね。戻るか、川の駅まで。こんなマジで寝てしまうか、マジで寝てしまうか、マジで。勝ち割りに行きますって何？やめよ、これマジで寝てしまうか、マジで。よいしょ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 。これこっち先、もっと先行ったら海の方につながっていくからね、この内川、うん、公園というか無料休憩所って人がまるでいないですけどもね。あそこで寝配信したいですね。多分まあ寝たらマジで5時間ぐらい寝そうだけど、これ内川で流しそうめんできるわけないじゃん。だったなんか置いてあるわ、サマージャンボ宝くじ。あそこに詐欺がおるぞ。詐欺にどこまで近づけるかの。見えますか、あそこに詐欺おるの。あら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 、ダメだった。物流の要衝じゃなくてな、ただ単なるこれ漁船だと思うんですけど、別にこの川で物運んでない、物運んだのか、わしは知らんわ。これ名護町納涼祭、昨日じゃんこれ、何全部昨日やりやがって。これ名護の浦の名護だよね。じゃその詐欺じゃなくてですね、鳥です、鳥。酔います。岩瀬浜とは全く違いますね。岩瀬浜よりもだいぶ西の方ですね。富山県射水市の方ね。富山県射水市の旧新港の方ですね。これいい場所け、ここ誰もおらんぜ。いや最近は観光地化したということですね、うん、ようやくその観光資源として皆さんが目をつき始めたということですね。リトバスやんないですよ。ここ富山県です、富山県、富山県の。あそこに詐欺がいるじゃん。よく見たらこれなんか動物の形になってるじゃん、この草。何の動物系これ、ダチョウかな。ダチョウです。これ自然になったんですか、あれ。あれ自然になったの、そうでしょ。ここ土地空いてるよ、ここ皆さん、ここ土地空いてるから、ここの長細い土地。どうですか今のうちに、お前がね観光地とねして有名になる前にどうですか。じゃワンコイン商店街またやってきたじゃん。鳥になりたいと思ってたんですか、あの木が。唐揚げ300円で売ってる、ね、トーストが何、うーん、モーニングは7時から11時までジャムトーストプラスゆで卵などなど、値段書いてないですね。ランチが11時から14時でカレーランチ1300円、カニ&白エビカレーってことで行きません。私お腹減っとらんしの。
ワンコインじゃないじゃん、よく見たら。そういえば。じゃワンコインで唐揚げとビールはいけるというね。唐揚げとビールと、あの、枝豆はワンコインでいけるけど、あとは知らん。通貨が違うのかもしれないね。人生の約束ってどういうことなの？私の人生の約束は、あの、あれだね、自分の葬式をニコ生でやることかな。300円もワンコインになる。いつ死ぬか分かんないですけどもね。それは誰も知らないですけども、まあ、今この瞬間に死ぬこともありますよ。誰しもがね、それは。はい、これ新港アンチックロマン珍品一品北陸アンチック雅楽堂。へえ、開いてんのか今日。ステンドグラス&世界遺産絵画&新港の名所の数々、ちょっと覗いて。小さな駅、旅の駅、今日やってないわ。わしの葬式全国ツアーしたいね。誰かちょっと企画して、それわしがいつ死んでもいいようにね。あの、式場をちょっと、あの、予約しといて。日本のベニスね。全然悲しい話をしてんじゃないですよ、これは。私としてはね、あの、やっぱ生前葬をしたいんですよね。生前葬をしたい。まあ、2階にいるのかもしれない。な、昼間からビール飲んで、これ誰け、これ。何やっとんのかな、これ。こんなところでビールが。子孫は残さない。みんな家持ってるから、うちにいるのか。あ、さっきの駐車場空いてるじゃん。空いてんじゃん。人おった。ちょ、海見に行くか。海は行くか、さっき見たし。子孫残す必要ないでしょ、足に。おまっちゃん何しとんの？認証はおまっちゃでいいんですか？一人称がおらっちゃんに対して、二人称はおまっちゃになると、もう、あなた方という時はおまっちゃらっちになるんですか？間が悪かったかな。申し訳ございません。うわ、川の向き人たくさんおるの、中に。川の向きの中人たくさんおる。うん、あ、いた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 。あんたらになる？富山県民は結構その、あんたになりがちじゃないですか。止まった？動いてます？動いてるでしょ。ソフトクリームの看板立ってたけど、売ってんのかな。売り切れてないだろうな。なんで場所歩いとんのかな。わからんじゃ。なんで歩いとんのかな。とりあえず川の駅に戻ってきたわ。
抱いてやるとはあんまり言わないね。あんまりね、あんまりその怒るときに抱いてやるって言わんけどの、わし自身がまず富山県民が怒ることはないか。富山県民がまずね、怒るという行為はね、なかなかやれないですね。コンビニもこの辺ないと思いますね。あれか、何やっとるかこれ。何しとんわけあんた、これ、こんなとこで。今聞いてみっか。ソフトクリームちゃん売っとるか、売っとるの。250円か、250円、200マンゴーにしようかな。何がいいですか、バニラ&チョコレートか、白桃か、ブルーベリーヨーグルト、バニラ、クッキーズバニラ、マンゴー、どれがいいですか。マンゴーいいですか。じゃあマンゴー一つ、はい、はい、今日のイベントは何もない。30日はあんまり、7時のあれか、30日あんまりメインじゃない。抹茶あったわ、抹茶はなんとかちょっと飲み込みました。言いそうになった。はい、ありがとうございます、はい、抹茶言いそうになってなんとかね、とどめましたんで、ね、ギリギリセーフ。座るとこないんけ、これ。ここに座るしかないのか。よいしょ。すぐ溶けそう、これ。めちゃくちゃすぐ溶けそう。いただきます。高岡の銃弾ソフト、あれ100円じゃなかったっけ。これ250円もしたぜ。高岡のあの美術館の真ん前にあるさ、果肉入ってるじゃん、これ。果肉がよく見てある。150円か、あれ。
小学校の時に高岡行った時に食ったんだけど、銃弾のやつ、あれもう記憶がだいぶ薄れてきてるね。もう10年10 20年ぐらい前の話なんじゃないか。高岡のソフトクリーム食ったの。言ってる。後ろの橋を渡る軽トラックが。小学校の時ありますよ、私にも、顔パスありません、私。何ミサイル？え？ミサイル？何？この音はミサイルか？なんか鈍い音がする。万葉ボンゴが来た。万葉ボンゴ来た。結構強いとかかかった。はい、どうもありがとうございました。あそこのさ、陰陸を、熱いよこれ、橋の下で行くかダメやわ。かなんちゅう涼しいのかな、ここ。え？暗すぎる感じですよ、これは。これ
このマンゴーソフトクリーム、まあ、ゆですねじゃ帰ろ。まさか1時間もやるとは思ってなかったけど、わし1時間もこれ放送するとかですね、つゆほども思ってませんでしたが、帰ります。このソフトクリームのゴミどっか捨てていい、まあいっか、持ち帰るか。分かったか、皆さん、シミヤトがね、どんなとこか分かりましたか、これで。ちょっと待って、ちょっと待って、あれあれ咲いてるじゃんこれ、あれじゃんこれ、あれこんなとこに、あんどこにおるがんけこれ、こんな 海沿いで、あなたどうでも咲くね、あなた咲きたい放題よね。ペチパの娘がいた。いや、わし盗む必要ないでしょ。わし家に何十本持ってるんだから、何十本も持ってないけど。じゃあ私はあの能登半島のね、能登島ってところでもらったんですよ。能登島の、能登島さんのね、足のおにぎり小さいかね、あれ、まあ、まだ時期も浅いしね、これからどんどんでかくなってくるんじゃないですかね、何年も何年も咲くと思います。ブ、今下ネタ一言も言ってないですよ。なんで来るとき気づかなかったのかな。国登録有形文化財大楽寺のご紹介、世界のオンリーワン、愛知万博ネパール館パビリオンで世界の人々の平和と願って、幸せを願って特別展示された黄金色のマニクルマ33個。マニクルマ、国レベルのオンリーワン、国登録有形文化財2年、浄土総本山知恩院第71代帝、わかんない、ちょっと足のおにぎりじゃないかな、誰のおにぎりなの、あれは。あれは足のおにぎりでいいでしょ、別に。マニシャ、マニ車って何？マニ車って何ですか？全然わからん、足には。おにぎりはどこでも咲くってのは、あの、比喩じゃないですよ。オニユリは山野草だからさ、あのマジでどこでも咲くんだって、ほっといたら咲くんだって、別に肥料とかさ何も世話しなくても植えときゃ勝手に咲くって言われてですね、私は半信半疑だったんですけど、本当にそうしたら咲いたっていうね、そういうやつ。
少々お待ちください。暑いの蒲田なんちゅう暑いんだけど、これ車の中80度やってんじゃん、これ暑っ。けなんじゃこりゃ、やっとれんぜこんな。わしさっき取った海パンも乾いてしもとんにか、これ乾いてしもたじゃん。あ、どういうことっけこれ。よいしょ。じゃあもうマジであとは電池切れるたら終わりね。もうマジで電池切れると思います、そろそろ。あとはよろしくお願いします。多分すぐ電池切れると思います。いや 40% あったけど、どんどん減っていくんですねこれね。充電しながらでも減っていくんですね。じゃあさっきの橋を渡って帰ります。いやまさかこんな長時間やるとは思ってなかったね。わしはカクカクしてないか、ガタガタやのこれ。なんじゃこりゃ、ガタガタやわこれ。動いとるかなこれ。あれだ、どうけ動いとるけ。もうわしは帰るわ。海沿いの道から帰るか、8号で帰るか、どっちがいいかの。8号混んでそうやの今日。今止まってるこれ。今からちょうど新湊大橋渡るんだけど、動いてないの一番いいところ。動いてくれよ。どうなったんけこれ。頼むんちゃ。まあ、いつも止まってんだよ。頼むぞ本当によ。もう新湊橋入るぞ、橋渡っぞ。わし頼むぞこれ。エクスペリア、エクスペリア頼むぞ。おうおうおお、相反転板やっとっじゃ。かよ丸相反転板しとっじゃ。いいの相反転板、海洋丸全部頬を開いて。左側はきっと人市場ですね。わし方言出てないでしょそんなに。次の相反転板8月20日なの。1ヶ月に1回やってんの。まあ、冬はやらんからね。冬もやんのかな。左側に今相反転板している海洋丸見えました。これから海洋丸でございますね。見えております海洋丸。それで私め、新湊大橋を渡りたいと思います。わしなまっとる、どんぐらいなまっとるわし。
他の富山県生主と比べてどう？他の富山県生主と比べてどう？どれぐらい生っとるんけ、わしは。なんち眩しいわけこれ。コンドルのこれなんじゃこれ。よし、速度40で取らんぞこれ。ありゃ、速度40で出とらんじゃこれ。前の方走ってる車がな、遅いの。あ、ダメやわ。これじゃなもん、ラチあかんじゃ。わざとね、わざと遅くしてんの。わしがゆっくりこの堪能させてくれるってんですか。堪能もクソもわしはもうないか。何回渡っとんじゃって話だもん。うち帰ってないっすかの。やっぱ寝るか、とりあえず寝てから考えるか。あのブレーキ踏んなこいつ。下りでもブレーキ踏み出したじゃんこれ。どういうことっけこれ。どうなっとんわけこれ。どういうわけ。大丈夫か、前の車。何とは分かんない。フリーザー。全然やっとらんじゃ。もうテラバトルばっかやってるから。フリーザーよりもキャンプだって。キャンプせんとあかんわ。いやー眩しいのこれ。どうなっとるんやこれ。ツイキャスみたいになってる。キャンプしてもお金もらえないですね。キャンプしてお金もらえないな。毎日やってるわな。映像止まってんのこれ。映像動いてないの。そう、新港大橋の今渡ってんだけど。新港大橋の映像全く流れてないんですか、もしかして。何の意味もないよこれ。とんだゴミだなこのエクスペリア。じゃあずっと止まってんのこれ。どこで止まってんの。途中で静止画。どうしたら治んのこれは。今わしも新宮戸橋渡り切ったぜ。更新してもダメ。わし分からんじゃ。わしどうしたらいいんか。わしも横田方面向かいますよ。いや横田でいいか。8号入らんでいいわ。力いくわ。まだダメ。
今信号止まったわ。なんだ、ダメなの、どうなってんだこれ。こんなことある？ペヤングの話してる人いるけど、更新したら真っ暗になった。わしは更新すればいいのか。治ったっけ。もう箸渡り切ったじゃん。橋渡り切って車北中まで来た。車北中かこれ。これ車北中？車北系。え、こういうことが起きるんですかね。サバイトは今逆方向に進んでます。左行くとエビエの海水浴場だ。なんか気候してんのこれ。いやもう画質いいはずなんだけどねこれ。なんで悪くなるんですかね。Z5 だから画質いいはずなんだけど、悪い、なんで悪くなるんかね。不可解なことが起きるのは Z5 は。もう一回放送切るか。ダメだよこんなんじゃ。海の駅に向かってますね。ここにもワンコイン商店街って書いてある。何これ、ワンコイン商店街たくさんあるの。何がワンコイン。海の駅に寄るかと寄りはしないと思うけど、海の駅に寄ることはないけど思うけど、海の駅方面に向かってますね。ワンコインで1000円って意味ないでしょ。多分新港全体でワンコインでところ買える何かがあれば、あの上り上げていいのかな。ホタルイカの佃煮送る。あ、海の駅の安いですね。あそこの佃煮はね、一瓶300円とかでしょ。寝たんにの、あんまなんか眠いんだけど、テントの中で5時間は寝たと思うんだけどな。画質悪いの？ Z5 だから画質いいはずなんだけど、さっきから何なんだよ。何が起きてるんだ。眠くなってきたね。眠り運転はしないようにしますけど、
家帰ってから寝るわ。もうそろそろ新港とか射水市を出ますから、そろそろ富山市になるね。あ、こっちはどこ行く？いや、もうわしは家帰りますね。家帰ってるからですね、これはね。遊ぼう。柴田理恵との知り合いなんですか？いや、柴田理恵に質問別にないな。全くないですね。花火もわからんね、これ。わし起きる時間によるけど、7時50分に花火だから7時までに会場着きたいけども、そうなるとうちを5時半には出なきゃいけないから、うち帰って3時間ぐらいしか寝られないかもしれない。多分駐車場はもうめちゃくちゃ混むと思うね、あそこね。めちゃくちゃ混むでしょうね。いや、3時間は寝る。もっと寝るかもしれない。今うち帰ったら多分1時半には着くか、うちに。1時半には着くと思う。から3時間、まあ3時間半寝て5時。あ、こっから富山市で、こっから富山市です、皆さん。テレバトルで一家のスタミナ消費したいけどの、スタミナ消費したいけど、する気力ないと思うんだけど。ダイヤバトル2はやりたいですね。ただでも配信はできないと思いますよ。テレバトルがいきなりパソコンでできるってなればあれだけど、できるんかね、どうかね。ダメよこれ、何中に眠たいんやけ。近代の T シャツ、近代の T シャツってあのオープンキャンパスのあれか、あの車の足立ナンバーなんだ。足立ナンバーの車だよ。県外から来とるのかな。あのキャンプ場も結構ね、県外から半分ぐらい来てましたね。カタール弱すぎる。わしサッカーには全くわからんわ。サッカーはルールもわからんからダメやわ。居眠り運転してないですよ私。いやでもこれ途中で寝たらそのまま 寝るよな。で熱中症になるよな。家帰っても熱中症になりそうだけど、お昼は一応ソフトクリーム食いましたね。ローソンじゃファミリーマートか、これ。結びセール100円。
久々じゃないですよ、もうあれ朝っぱらからわしね、ミヤングの激辛味の大盛り食ってもうパンパンなんですね、私自身。睡眠薬なんでどうにも入ってないですよ。いや家で熱中症扇風機つけるわ、なんとか。水飲んでないですね、さっぱり。朝っぱらめちゃくちゃ飲んだけどな、無理くりそのペヤング流し込んだよ、水で。流し込んだから、でも鼻の中タプタプですよ、もう水っぱらって感じですね。すぐ踏切あるからの、うわ踏切になったじゃんこれ、あではこんなタイミングになったぜ、あまたまた、追い越し車線ダメけ、まあわし左曲がるしの、左曲がるしの、まあ、海岸通りの方へ行くから、いやコンビニで寝たら熱中症ならんか、
で、ほんの30分ぐらい車ダッシュボードに温度計を置いたら45度なっとったけど、幕内機ひみの藤子不二雄記念館、いや今から行けんちゃうよ、ひみでしょ、ああもう1時だ、どっか泊まるかな、下の森でも行くけ、現在地は森4丁目4、富山市森4丁目。